こんにちは、松潤さん。今回の動画ね、非常に良かったですね。反応があったと思います。再生数見てもね、2000回3000回近く回ってるということで、まあ、なかなか到底出しの中ではかなり効果があった方ではないでしょうか。で、プラスアルファでちょっとね、こういう動画を作る時のヒントをね、申し上げておきます。まあ、いい反応があった後なんで、取り入れたいなっていうふうに思っていただけると思うんですけども、まずね、フックをね、2つほどこの動画に入れておくと良かったんじゃないかなということで、次の動画に生かしていただきたいと思います。1つ目はですね、松潤さんが今東京にお住まいだということでね、ちょっと含ませるところがね、あるんですよ。これはちょっとね、あんまりやりすぎるとわざとらしいんですけども、私は東京に住んでいて音楽関係のことをね、やってるんで、まあ、こういう情報が入ってくるんですよっていうふうな言い方をすると、あ、この人は自分たちにはない特殊な情報を掴んでいるんだな、なぜなら東京に住んでいて音楽に携わっているからっていうふうなところから受け取った人が膨らませてくれるんですよ。で、あ、この人の今回のレビューも確かに、まあ、かなり興味があるんだけども、次もなんか独特なレビューをしてくれるんじゃないかなっていうふうに思っていただくことができるんですよね。それがまあ冒頭にちょびっと話すといいかなっていうところですね。で、最後の方にこれも入れとくといいんですよ。これ次回予告なんですけども、これもね、はっきりと何月何日やりますよじゃなくていいんですよ。例えばですね、私の動画ではこのようなことをたびたびお送りしてますので、チャンネル登録しておくとよろしいかと思いますみたいな言い方でもいいですしね。次はですね、夏のなんとかかんとかっていうイベントに絡めてお話をしていこうかと思いますみたいな感じで、次にね、さらに期待させるために、こう次回予告をほのめかすようなことを言ってくるんですよね。そうすると、あ、次の更新もちょっと松潤さんのね、見逃せないなってことになります。特に今回5月の更新ですから、7月8月あたりにこういうことがあるんですけども、その時にまたね、動画をお送りしたいと思いますというふうな言い方をすると、7月8月に期待しながらも、それまで特別な情報があってはいけないからっていうので、ずっと継続して見ていただくことがあるんですよね。まあ、こういうふうにね、冒頭とその尻尾のところ、動画のね、そこにちょっとね、視聴者さんへのフックを入れておくと、フックって引っ掛けるところをね、入れておくと、まあ、もうちょっと効果が高いなと思います。というのが、これはね、今回の動画だけじゃなくて、別の動画も見ていただくための、まあ、仕掛けになってるんですよ。で、次の動画を見たときに、あ、次こそはいい動画もっと来るかもしれないっていうふうに、今回の動画、次の動画、さらに次の動画っていうふうに連続して見ていただくための、まあ、ちょっとした仕掛けになるんですよね。まあ、参考にしていただければと思います。まあ、私もね、こういうのね、結構たまに入れてるんですよ、ね、お気づきになってる部分もあると思いますけども、私ね、会話の端々に速稼塾ではこういう実績があったんですよってことを話すことがあるんですよ。まあ、これがね、継続して動画を見ている方には結構聞いてきて、あ、速稼塾って今でも募集してるのかなとかね、速稼塾はセールスをしてないんですけども、今日も申し込みがありましたみたいなことを言うとね、あ、いつでも申し込みできるのかもしれないなっていう形で、まあ、お問い合わせにつながっていくんですよね。で、付け加えるなら松潤さんは電子書籍出されるということなんで、あの、電子書籍がね、もうすぐ審査が上がってくるんですけどみたいなことを会話のどこかに入れてもいいかもしれませんよね。ということで、あ、無料レポートもありましたね。無料レポートもありますみたいなことを散りばめてもいいですよね。これね、どんな動画の間に入れてもいいんですよ。自分の持ってるコンテンツ関しましては、これ無料レポートにも似たようなこと入れてるんですけどみたいなことを言っておくとかね、今度出版されるなんとかかんとかっていう本にも書いてるんですけどっていうような前置きをたまに入れておくとか、要するにこの本がありますよってやらずに、まあ、本があることを前提としてね、それをたまにちょびっと引用するっていう形です。はい、ということで本日は松潤さんの動画おめでとうございますということもありますけども、次もこういう動画ね、たくさん作っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。